こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、当日、もうお昼になってしまいましたが、えー、広島記念競輪、えー、最終日12レース、決勝戦の予想を行いたいと思います。えー、概要です。えー、こちらですね、えー、地元松浦が、三谷隆起に乗ることの、後ろ、マークすることになりました。 というわけで、えー、っと、ここはですね、えー、よし、えー、小松崎大地や吉沢淳平、それからですね、短期ながら鋭いスピードを持った中川聖一郎がいるんですが、えー、三谷が積極的に仕掛けて、えー、番手の松浦が抜け出すと見て、本命に押しました。逆転はですね、近況、えー、っと、積極性を増してですね、えー 好調だなと思う吉沢を挙げてみました。逆転まであるんじゃないかなと思っております。え、決勝戦のメンバーです。えっ、ー、と、こちらですね、横長になってるんですが、これはですね、小倉敬林祭が五走走りなんで、それに今引きずられている感じですね。えっ、ー、と、中川誠一郎が一着一着一着、ピンピンピンで、完全優勝を狙いますね。 はい。えっ、ー、と、こちらですね。に、に、二連単って書いてあるのは二車単ですね。オッズです。えっ、ー、と、こちらがですね。えっ、ー、と、結構割れてますね。こう見ると。10時28分現在なんですが、一番人気が9番3番、中川松浦ですね。一応松、中川短期なんですが、 松浦の後ろに乗ったり、まあ、短期でも、スピードでまくり追い込んでくると見て、このオンツになってるんでしょうね。で、松浦中川も、えー、っと、人気ですね。で、他のラインとなると、案外人気がないかな。その次が、まあ、三谷の押し切りの13が20.8倍。 なんですが、やっぱり山崎ですよね、えー。5番、8番。小松崎の仕掛けに乗ってからきぬ、和田への突き抜けの20.9倍あたりですよね。はい、えー。メンバーはご覧の通りですね。えー、っと、こちら。諸橋と中川が短期で。唯一3者のラインが小松崎、山崎、えー、和田系の 東北ラインになります。で、えー、諸橋は、そう、関東よ、吉沢の番手というのもあったんですが、土場で短期でやる方がいいってことなんでしょうね。えー、ここには乗らずに、戦うことにしました。これを吉沢どう思っているかですよね。 そして、地元松浦は三谷に乗りますね。基本的に松浦ですね、えっ、ー、と、決まり手は今追い込みの方が多いんですが、えっ、ー、と、ほぼ前で戦う選手ですよね。前戦って活路を見出す。まあ、自在タイプの選手なんですけど、今回は三谷に乗るということなので、やはり三谷に託してる。それだけ三谷が積極的になる部分が、 あるんじゃないかなということですよね。やっぱり地元ですんで、あの、優勝に近くなければ、近くなければ、見たに乗るということは、何らか三谷に乗ることで優勝が見えてくると思ってるんですから、やはり、そういうのをあの期待してるっていうことなんでしょうね。中川はいつも通り短期ということで、えー、っと、三連単の支持率も、 まあ地元松浦が抜け出すと見て、それからやっぱりスピードで中川。小松崎が積極的に行った場合の山崎というあたりですよね。やっぱりそうなりますよね。えー、っと、まあ気になるのはここ最近の吉沢の戦績なんですよね。非常にバック数が多い。かつ、 ま、え小倉敬二祭では負け戦長を1着1着2着と、当初はお衰えてない感じがします。それに、今、まあ、今回祭も準決勝1着だったりと、うん、まあそんなに高いクラスではないんですけど、比較的高成績を収めてるんじゃないかなと思います。 あと、まあ、今回最の山崎結構積極的ですよね。しかもバック取って1着取ってるんだから、なかなか好調なのかもしれません。えー、っと、問題は小松崎なんですよねそ。バック数は6回取ってるものの、そんなに えっと、当てにならないというか、まあ、乗る、山崎が乗るからには、ある程度引き出しというか、積極的には行くんでしょうけど、うん、小松崎結構本命打ってたりするんですよね。えっ、ー、と、ともしと新納杯だったかな。とか、あと小松崎を番手を本命にしたりとかしてるんだけど、全然当たってないんで、うん ちょっと私個人的には小松崎に対する信頼というのはう今落ちてますよね。なんでちょっと東北は三者いるけれども、うん、個人的にはあんまり押したくないなという。まあ山崎は小松崎が不発でも、そこからですね、縦の足で突っ込んでくるかもしれないんですけど、 やっぱり、かなり小松崎制約ありますからね。小松崎を番手で、好成績上げたっていうのがあんまり、私の経験ではないんですよね。そこら辺がちょっとひ、あの、山崎を評価を落とした理由です。まあ多分、 東北が前取るんじゃないかなとは思います。はい。神山もホーム回数、えっ、ー、と、ホームじゃ、ホームじゃない、スタート回数の、えー、3つの数字を一番右ですね、えー、のホーム回数が3回なので、吉沢が前受けかもしれないんですけど、基本的には小松崎よくあの前取りしてますんで、えー、東北が 前だと思います。三谷はできれば中断いたいでしょうね。中断でフリーハンドに戦いたいんじゃないかなと思います。で、私は本命はですね、えー、っと、人気にはなっているものの、まあ、えー、っと、前夜ですと、あの、 松浦、中川が4.2倍とか、ちょっと買いにくいなっていうことで、本命を変えようとし、吉沢に変えようとしてたんですが、と本日になって、当日になって、オズも上がってきたんで、これだったら、あの、本命に押せるなと思いました。えー、こんな目ですね。えー、っと、よし、やっぱり吉沢の好調ぶりっていうのは、 校長積極性ぶりっていうのは無視できないんじゃないかなと思って、穴目逆転にも押してます。ちょっと山崎は評価を下げまして逆に中川ですね。やっぱり中川は怖いなという気がします。あと、あの、 これもフリーハンドで戦う諸橋ですね。最終的に松浦の後ろにいる可能性もありますんで、頭へ突き受けはどうかなと思うものの、あの、二着ならあるんじゃないかなと思いました。どちらにしても松浦にとっては、地元記念部位というのは絶対欲しいでしょうからね。私もそれに乗りたいと思います。はい。えー、以上。 広島記念、最終日の予想をお送りいたしました。チャンネル登録よろしくお願いします。えっ、ー、と、もし動画をお持ちの方、競輪でも,競でも、競馬でも、ゲームでも構いません。えー、コメントをいただければ、えー、良いことあるかもしれませんよ。また、 えー、関連動画、動画プレイリスト、この動画の最後を20秒へ流れます。よろしければ、そちらも見ていただければ嬉しく思います。はい。えー、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。